で、この路地の飲食街も味ありますよね。まあ、今回ねちょっと別で食べたいんで、ここはスルーさせていただきます。台北はね、ホテル代やスーパー、コンビニ、リオなどね、どれもが円安でね、日本よりも高くなっております。しかしこういうローカルの飲食店はね、まだまだ日本でいただくよりも安いと思いますね。台北はね、自炊する文化がないんで、やはりこういう飲食店はね、豊富にどこ行ってもありますし、お値段も昔ながらにね、設定しているお店も多いです。なのでね、私の台湾旅は、こういうローカル飲食店を巡る旅にね、なってしまいます。食べるん大好きですしね。そして新名に到着、だいぶお腹空いております。やっぱね、台北では一番の繁華街はここだと思いますね。自然歩きするよりもね、街歩き大好き人間の私なんで、このシーメンの繁華街雰囲気は大好きです。シーメンの一番の行列店といえばここですね。タピオカミルクティーの、幸福度、もう観光客がめちゃめちゃ並んでおります。私はね、そんな甘いもん好きではないんでね、これ飲んだことないんですよ。お値段は95元ですから約475円。台湾の麺料理でね、一番好きなお店です。大で75元375円、小で60元、300円。こちらの受付カウンターで注文精算、イートインスペースはなくね、買ってその辺でいただく方式です。精算後ね、すぐ横でね、商品を受け取ります。この時ね、必ずパクチーあるなし聞かれますんで、お好みで、してください。小碗一つ注文です。パクチーは OK っていうと、こんなにももりもりに入れられました。このそうめんのようなね、細さの麺が麺線です。この麺もね、私は好きで美味しいんですけど、まあ、台湾他の麺線の店へ行ってもね、どこもほぼ同じような麺です。ただね、ここのカツオ風味たっぷりのね、あんかけスープが絶品なんですよ。そしてこのプルプルのホルモンがね、また美味しいんですよね。本当は私は海外旅だけじゃなくてね、日本でもね、こういう地元ローカルの商店街を歩くのが大好きですね。その他ね、その地のね、ご当地もんがいくらで売られてるのか、もう見てるだけでめちゃくちゃ楽しいです。日本ではね、もう地方でこんな活気のある市場はもうほとんどなくなりましたよね。
まずこちらがエビシューマイ、8個で約550円ですね。めっちゃ大きめでね、そして美味しそうですよこれ。ここの天津はね、ほんとディンタイフォン出身かって噂されてるくらいに、どれもが美味しいんですよ。さらに小籠包も卓上へ、8個で約400円。安くないですかこれ。この見た目からしてね、もうディンタイフォンと差異はありません。まずはね、今回初めて食べるエビシューマイから。プリップリのね、エビがちょこんと乗っております。この店でね、天津美味しくないわけなかろうもんです。めっちゃうまいわこれ。で、マーラーのね、辛いもあるけどね、まあ、辛い系は調味料でね、調節したらええと思います。あとメニューはね、ニラ蒸し餃子もね、ありますけど、それも食べてみてください。もうこの3種類ね、どれ食べても絶品です。ほんとこのスープが絶品ですね。